ワックスつけていきますね。最初に根元の癖を取っていきますね。巻くときはなるべく髪の毛を全部まとめるような感じで巻いていきます。今からホットカーラーで巻いていきますね。これでカールをつけていきます。分け目的にはこの辺からで大丈夫そうですか？仕上がり、はい。本日はヘアメイクサロンシャルメにご来店いただき誠にありがとうございます。本日担当させていただきます小泉です。よろしくお願いいたします。当店ではヘアセット、メイク、着付けなどを受け止まっております。成人式ですとか卒業式の着付けなんかもやっておりますので、はい、よかったらご予約ください。男性と女性どちらもご予約可能ですので、場所が新宿の西口にございますので、結構簡単に、はい、ご来店いただくことができます。で、先ほどメイクをさせていただいたんですけれども、これからヘアの方を担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、では準備させていただきます。よろしくお願いいたします。外しますね。はい、すいません。ありがとうございます。では最初に根元の癖を取っていきますね。
横移動します。そして横も根元伸ばしていきますね。アイロン熱くないですか？大丈夫ですか？はい、分け目的にはこの辺からで大丈夫そうですか？はい、仕上がり、はい、今からホットカーラーで巻いていきますね。これでカールをつけていきます。暑くないですか？はい。耳にちょっと当たりそうなんですけど、今外しててこれ熱くないですか？大丈夫ですか？大丈夫そうですか？そんなに熱さ感じないですか？あ、よかったです。ありがとうございます。
厚さ大丈夫ですか？はい、つけていきますね。スプレーをしても大丈夫ですか？ガムで結んでいきますね。ピン刺していきます。痛くないですか？はい、ありがとうございます
じゃあ上のホットカーラー外していきますね。こっちメインで華やかにしていくので、先に横の反対側の方をきれいにしていきます。失礼します。後からすることによってツヤが出てくれますので、カールがつきやすくなります。全部外しちゃいますね。カーラーでちょっと毛先巻いていきます。巻くときはなるべく髪の毛を全部まとめるような感じで巻いていきます。もう一つ作ります一度にピンで固定しますね。
首痛くなかったですか？大丈夫ですか？最後やっていきますね。
手出しのスプレーしますね。こちらで完成です。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあレトロ風にするために横はちょっとカールをつけて、はい、やってます。で後ろはちょっとこう艶が出るように、はい、仕上げてますのでこのような感じになってます。そうです。シンプルに丸めてみました。はい、ありがとうございます。